祭事計画担当池田です。今週の8回催し会場では東北6県うまいもの大会を開催しております。東北6県のお国自慢の味約60店舗がずらり登場。福島喜多方ラーメンや秋田比内地鶏の親子丼など各県のご当地グルメや名家名産品が一堂に。岩手斉藤製菓のカモメの卵、福島会津柳津岩井屋の泡まんじゅう、宮城みちのく和菓子どころ浜仙堂のずんだ餅など各県を代表する和菓子が勢ぞろい。また紅玉りんごをたっぷりと使用した青森火災製菓の紅玉チーズタルトやさくらんぼが丸ごと入った山形豊屋のさくらんぼゼリーなど各地の名産品を使用した洋菓子なども充実。その他天然アワビの海鮮弁当、米沢牛弁当、青森の新名物大港海軍コロッケなど東北6県のうまいものが揃います。ここからは私村ペオンがご紹介いたします。まずはこちら秋田比内屋の比内地鶏親子丼をご紹介します。なんか比内地鶏はすごくもも肉だけを使ってるのでプリプリとした弾力があってトロトロの卵ともよく合ってます。続いてはこちら博多阪急初登場デリカムツのホタテ丸ごとコロッケをご紹介します。サクサクのコロッケの中にホタテが丸ごと入ってるのですごく食べ応えがあります。続いてはこちら寒仙堂のずんだ餅をご紹介いたします。枝豆と塩と砂糖だけでこんなに美味しくなるなんてびっくりです。続いてはこちら高畑ワインをご紹介します。こちらでは約20種類のワインを取り揃えているのですが今回ご紹介するのは女性に大人気だというスパークリングワインナイアガラです。ワイン用じゃなくて食べる用のブドウを使ってるんでやっぱりすごく甘口で女性に人気なのも納得の一本です。他にもワイン屋さんが作った普段ワイナリーでしか販売していない人気の桃ジュースも取り扱っております。もうすっきりとしててすごく飲みやすくて美味しいです。なおこちらの催しは1月27日火曜日午後5時までの開催となっております。